皆さんどうもこんにちは、ダイドルです。ポケットモンスターバイオレット、今日はね、ダウンロードコンテンツの番外編やっていきたいと思います。なんかね、皆さん番外編っていうのがリリースされまして、インターネットで不思議な贈り物を受け取ると、なんかね、アイテムがもらえるみたいです。ちょっと受け取ってみましょうか。あ、これだ、幻モモンをプレゼントだっていうことで、なんかね、これを受け取ると番外編が遊べるようになります。これを持って北上の里の水力タウンにある桃沢商店をね、訪れてみましょうってことらしいんですけど、ちょっと行ってみましょうか。これ、はい、そう、桃沢商店ってね、ここの商店なんですけど、なんかね、ここに横に桃が置いてるんだよね。ここに見て、これいらっしゃいって、ほら、いろんな雑貨に紛って誇りをかぶった置物がある。ちょっと甘い匂いがするね。それぐらいの桃沢商店ってことなんですけど、ちょっと今から物を受け取ってみましょう。さあ、ポケポータルを開いて不思議な贈り物で、これでインターネットで受け取れていいのかな、多分。来た、技マシンをプレゼントってね。これ何のこれ金属音かなんかだっけ。まあ今受け取りました、技マシン223ね。えなんかバイオレットでしか手に入んないポケモンの素材がいる技マシンだったと思うんだけど、それのお詫びだよね確か。はい、というわけで幻モモを受け取りましょう。イエーイ、出てきたよ、よし。さあ、幻モモン受け取りました。これですね、職人が大事に育てたモモンの木から数年に一つだけ取れると言われる最上級のモモンの実。ツヤが違うぜ、未来堂のボールよし、でこれで行きたいの、桃沢商店。はいはい、いらっしゃい、ゆっくり見てね。やっぱこれか、いろんな雑貨にかぶってほこりをかぶった置物がある。とてつもなく甘い匂いがする。ん、ちなみに久しぶりに元いた学校の制服着てます。置物がかすかに動いたように見えた。あの電話だ、モスモス、誰だ、雨降ってんすけど今。おう、ペッパーだぞ、ペッパー、久しぶり、まぶたちです。俺の聞いたぞ、お前林間学校や交換留学で大冒険だったんだろう。そう、ダウンロードコンテンツね、うん、すごかった楽しかった、めちゃくちゃ。まだ終わってないっす。へえ、いいな、俺も一緒に行きたかったぜ。つうか大学って転入してきたらいきなりいろんなこと起こりすぎだよな。まあ主人公なんで最近忙しそうだったけど、だいぶ落ち着いたが、まだちょっと図鑑完成終わってないっす。もし時間があったらさ、あー、よかったらでいいんだけど、お前んち遊びに行っていいか。ええー、よー、来いよ、帰るわ飛行機で。マジか、やったぜ、速攻おいでちゃん、嬉しいぜ。で、じゃあ決まりだな、大団地、小差しタウン、家の前まで行くから後でお茶を。実家とか長いこと帰ってなかったな。あれ、桃がなくなってる。あれ、誰た食べちゃった、おばあちゃん。ゼロの秘宝番外編、キビキビパニック。なんか溶けてる溶けてる溶けてる、文字が溶けてる、なんだ。おばあちゃん、おばあちゃん、ここにあったやつなくなってるけど、もう食べたよね。え、ペッパーに会いに行こう。1億年ぶりにね、え、今から俺は帰ることになる。パルデア地方、そう、小さじタウン、オレンジ、ペッパーに会いに行こう。だってちょっとこれ、よいしょ、ダイダランチ、空を飛ぶ、行こう。久しぶりだな、ペッパーが俺んち遊びに来るんだって。え、友達が家に遊びに来るとかリアルでももう全然ないけど、俺もみんなんち遊びに行っていいねえ。ちょっとピザ食べよ、ピザ、タコ橋を君んちで、俺んちではやらないで。いや、ボタンいた、ボタン、うわ、みんないるじゃん、おい、誰だ、おーい、うわ、俺たちの仲間だ、久しぶりだね。でもボタン、ペッパー、パルデアを大冒険した仲間たちです。来ちゃったって。かわいいじゃねえか、でも。どうした、うーっす、うーっす、ボタン元気、ねえ、うーっす。ねえ、みんないるじゃん、なんでだよ。大体のすまん。遊びに行く電話したの、こいつらに聞かれちまってな。いや、ペッパーだけオタク訪問とかありえんし。みんな一緒の方が楽しいよ。ネボはご近所さんだもんな、俺と。絶対はあんま大勢で押しかけても迷惑だろ。ねえ。気にしないでよ。もうお母さんが気にするかもしれんけど、大丈夫だよ。気にしないで。ダイダラがいいならいいけどよ。いいか、お前ら。くれぐれも、ダイダラのご家族に迷惑かけんだよ。兄貴、あざす。はーい。誰目線かわからんけどいいよ。ねえ。ペッパーは、ペッパーは俺と遊びたかったんだよな、多分。俺と二人で。マブダチだもんな、俺と。
さあオレンジ、いきなりお邪魔したのにごちそういただいちゃったね。いや、ご飯食べたんだ。何食べたの今日。ダイダラの母ちゃん、めっちゃ料理上手なでしょ。ねえねえ、思った。美人すぎてビビった。ママ久しぶりに会うか。私のこと覚えてくれて嬉しかったねっていう。部屋もすげえよ。寮より開放感がありすぎだ。なんかちょっと可愛すぎる気がする。いいだろ、可愛くて。あ、スイッチあるじゃん。何やってんの、ソフト気になる。おい、みんな勝手に見るな、勝手に見るな。欲しがりすクッション。いいね、もう。ふもふだよ。あ、ママだ。みんな、ねえ、もうお腹いっぱい？おやつでもどうかと思って、ママ美人だな、マジで。おやつー。いやいやいや、別荘もでもない。お構いなくて。ねえ、そんなかしこまらなくていいのよーって。自分の家だと思ってくつろいでねって。まあまあ、いい人すぎる。ペッパー硬いぞ。もっと適当に生きろ。なあ。外だいたら、封筒が届いてるわよ。何？差出人は、すぐに知ってる？おい！いいえ。最低だろ。友達だよ、すぐに。ゼロからやり直したから、友達を。いっぱいお友達がいるのね。はい、これ。どうしたんだろう、すぐに。おやつ持ってくるから、楽しみにしててね。ももでお願い。ママ、ももの実食べよう。お手伝いします。ネボ、ネボが女子力あるだと。おやつ気になる。あ、ボダもいた。みんな行っちゃった。ダイダの母ちゃん、いいな、いいな。そういや、封筒、中見なくていいのか。見るか。ダイダレ、元気にしてますか。俺は学園をお休みして水力タウンに戻っています。ね、一緒に姉ちゃんも帰省しています。ゼーもいるんだ。え、学園休んでたんだ今。すぐに行って、大空洞からあんまり会えてないから。確かに会ってなかったな。クリア後もう一度ダイダレに会いたい。よかったらパルティアのお友達も一緒に一度北上の里に来ませんか。チケット何枚か入れておきます。姉ちゃんも楽しみに待ってます。おい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 、飛行機代やばいだろそれ。10万ぐらい使ってくれたんちゃうこれ。やばすぎる。買いのチケットは入れてません。そいつ誰だよ。ねえ、友達なのか。ねえ、ちょっとね。友達なん。うん、まあいいけど。おいおい、すねんだよベバ。お前が俺の最初の方の友達や。最初の方、パルデアを冒険した仲間だろペッパー。なあ、俺たちの絆はなかったことになんねえから。大丈夫だペッパー。なあ、すぐには家に来たことないから。ちょっとペッパーめんどくさい友達かもしれん。仲良くしようぜペッパー。でも可愛らしいじゃん。大丈夫ペッパー。おやつ思ったよりすごいの。運ぶの大変だから下に食べよう。電話の声でかすぎんだろ。仕方ねえ、行ってやっか。よし、行くか。なんだろうおやつ。マホイップちゃんみたいな美味しそうなケーキ。ねえ、もう食べました。ニコニコやないか。あー、お腹いっぱい、もう入らん。ごちそうさまでしただろ。洗い物手伝います。でもでもいい子だな。でもでもちゃんありがとう。でも大丈夫よ、ゆっくりしてて。ありがとうございます。体育会系って感じやな。さすがネモは思いやりがあるな。それに比べてな。どうした。ボタン、部屋がもう終わってるからな。いいよ、でもねえ、どっちもどっちでねえ、個性ですよこれが。だいたらさっきの手紙だけどよ、北上の里だっけが。すぐにての会いにまた行きまどうか。いやー、待てみんなで行こうよ。え、だいたらどっか行くん。あ、いやいや、何の話。行かんか、北上の里。日本行こう、日本。すごい顔してるネモさん。そんなと一緒に行くしかないって。強豪校のチャンピオン、つぐり君にも会いたい。やりたいでしょ、これだ。なんか悪いな、無理やり誘わせたみたいで。おい、ネモとすぐりが出会うのかよ、やめとけって。ねえ、光のネモと闇のすぐり出会ったらビッグバンが起こるって。こんなんどうなんだよ。お友達も一緒に行ってチケットくれたんでしょ。うちらのことではねえ、友達と旅行なんてうち初めて。なんかドキついてきた。おお、陰キャだもんな、ボタン。ねえ、そういや俺もそうかも。そっかそっか、すっごく楽しみだね。旅行することをお手伝いさんに一応言っとこうかな。みんなも準備とか理想だし、一旦解散してまた集合。お手伝いさんね、お嬢様が出てるで。でもテーブルシティ南門の前で集合だ。
オッケー、じゃあまた後でー。ういうわー、番外編はこの海だと北上行くんだ。お邪魔しました。食べるだけ食べて帰ります。美味しかったです。あら、ネモネンたちもう帰っちゃうんだ。そう、今から旅行行くの。友達みんないい子でママまで嬉しくなっちゃった。今度はみんなで冒険に出かけるのね。そうだよ、喧嘩せず仲良く行ってらっしゃい。まあ、喧嘩はせんよな、俺が大人やから。俺がなんとかするよ俺がブチギレるかもしれんけど。よく学び、よく学ぶ、よく遊ぶ、学校生じゃなくてエンジョイしてねって。ママ綺麗だな帰ってこようかな毎日。これはねえ、ママの部屋だ。ママの部屋勝手に入れない、辛い。ちょ、ネモンチ行こうぜ。ネモンチ、さて、オープニングでここ下ったの懐かしいな。科学の力ってすげえ、おじさん来た。で、これすごいよな、科学の力すげえおじさん。いつもいるもんな、うん、今のポケモンの科学の力はガチですごい、マジで。さて、ネモは不思議でございます。ホコリってどこから来るのでしょうか。あいにくですが、家主は留守にしております。ネモどこ行ったんだよ。ネモの家すごいよな。お掃除終わった。ちょっとお手伝いさん多くないか。なあ、こんないるんか、お手伝いさんって。ねえ、ガチ大変る。すごいな、月光画のすごいイラスト。でもこんだけでかいもんな、何部屋あるんだろう。ねえ、お手伝いさん一人とか二人じゃ多分まかないき、庭もあるもんな、よく見たら。ねえ、お嬢様がすぎるだろう。誰かんち行っても何もなさそうなんでね。お、もうやっちゃいましょうか、イベント進めましょう。北上行こうぜ、一緒に。飛行機でどこから乗るんだろう。おーい、ガチャガチャ、ういっす。おまた、だいたらお菓子何持ってきた。いや、何も持ってないけど、サンドイッチの具材ぐらい。だから友達とだって、もう大丈夫、心配とかいらんし。ねえ、だっはっはじゃなくて、顔がうざーって、ね、パパからかな。ハードと疲れた。いや、でも親御さん心配するよ、泊まりで旅行行ってくるって言われて。なあ、ボタパパの許可取れたか。うん、でも親父成分取りすぎたん何や、親父成分取りすぎていいやつだぜ、それは。なお、パパ成分。あ、うん、あー、そうかもねそうだよ、ちょっと気まずなるわ、ごめん、ペーパー。さて、許可も取れたし、みんな集まった。忘れ物はないかね。では出発、あお、行こう、みんなで。さて、このパルデア地方から北上の里、日本に行くぞ、みんな。東北地方、ここで祭り楽しもうぜ、みんなで。ねえ、番外編がなんで、キビキビパニックだったっけ、今出てたの文字って。ねえ、なんだろうね、パニックが起こんのかな。ういーっす。うわー、ここは水力ダウンじゃん。いいとこだ、公民館。ここで泊まれるんで、多分。なんかパルテラと匂いが違うねーって、まあ、国が違うしな。はぁ、頭フラフラ、やっとムラついた。大丈夫、体力。ボタンはバスの中でスマホ見すぎた。あー、車酔いか酔うな酔うな。だって電波不安だったし。どうもどうも、あんたさんたち、こんにちはーっす。はい、こんにちは、私は管理人さんですよ。皆さんのことはすぐりから聞いてる。すぐり、ありがとうね、回し。ダイダラさん以外は初めての北上旅行ですかな。ういっす、2回目っす僕。いや、さ、今日もいましたはい、そんな感じです。そうですか、そうですか。寝泊まりはこの部屋、建物の部屋使ってくれていいですからね。布団も干しておいたんで。うわー、いた、セリスクセリー、ごゆるりと過ごしててください。よかった、泊まる場所確保。そういや、すぐりってやつ連絡ないか。すぐにいるかな、どっかに。家まで行く、とりあえず。え、スマホ持ちでない、そんな人間おる。あ、そうか、ここスマホ持ってないか、みんな。すぐに、ストイックだね、家にいるのかな。ねえ、俺もスマホ持ってません、嘘です。3個くらい持ってますゲーム用。すまん。すぐにくん、お家いるのかな。早く、や、会いたいね。お前のダチにふさわしいのか、ふさわしいのか誰かはっきりしねえとな。おいおいおい、ペンパー、お前はマジでおもろいな。やっぱここ電波弱いよ、スマホと精神が不安定になる、ね、大丈夫かよ。すぐには家行けばいいのか。よし、行くか、家まで。歴史がひっくり返ったって、あの、あれ
オーガポンのやつな。ねえ、さて、そういや、なんか今ちょっと思い出したけど、ここにいた人のねえ、このなんか誰かがどっかにいるって話やってないな、これ。ねえ、また今度やんなきゃな。やってないこといっぱいあるわ、意外と。さて、すぐにの家まで走ってきた。おめえ忘れちゃったって、すぐりの家から出てきたの。あ、すぐりいる！ゼイユもいるかな？ゼイユと、あ、他の人会うと、なんか、空気悪くなるからやめた方がいいかもしれない。ゼイユ合わすのは。すぐり！久しぶり！スマホ買ったか？どうやったら久しぶり！うい。来てくれたんだ。え、なんか、柔らかくなった雰囲気。ちょっと俺んちバタバタしててごめん、迎え行けなくて。なんかあったんだ？ねえ。あ、嬉しいよ。うん。あれ、そういや、一人で来たんか？いや、友達いるよ。うっす。邪魔するぜ。どうも、はじめまして。私はネモー。だから聞いてる。近い。ビビってる、ビビってる、すぐに。ポケモン勝負強いんだね。強いよ、だいぶ。え、いや、うん。いや、そんなことは、ぐいぐい行きすぎーって。うちはボタン。仲良くはゆっくりめでよろしくーっていう。俺はペパだ。ダイダラの一番のダチだ。ペパーが今日一番おもろいな。グイグイ来るな。おめえも、すぐマウント飛んだし。俺はすぐり。ダイダラとは林間学校で会って友達だったんだ。あと、俺はブルーベリー学園に通ってて、あ、今休学中だけど。え、そうなん、気持ちわかるわ。あ、ボタン裏切り者だ。もう仲良くなってきた。仲良くはゆっくりじゃなかったのかよ。いや、同じ匂い感じたんで。いや、確かに。ボタンとは仲良くできそう。なんか、すぐり。ダイダラは友達も個性的だな。ダイダラの大切な人は、俺にとっても大切だ。うわ、こういうこと言えるやつ、イケメンすぎるだろ、すぐり。しばらくの間、北上で楽しく過ごしてほしいべ。ありがとう、じゃあ勝負しよう。早い。え？コミカの前やれそうだった。よし、レッツゴー！早い。もしかして俺、ついてこい言われてる？ねえ、頑張って。洗礼です。これが。とりあえず50戦頑張ってや。姉ちゃんとは違う意味で強引だべ。もしかしてすぐりっていいやつか？そりゃそうでしょ。ダイダラの友達だもん。そっか。ペパ落ち込むなよ、おい。お前が一番の出しだって。なあ、ペパ。ペパも友達が少なかった。なんか、ねえ、つんけんしてた時代が長かったからな、やっぱ。ちょっと公民館の前行ってみましょう。どうなってんだよ、みんな。バトルあるかもしれんから、ちょっと手持ちで整えとくか、ちょっと。せっかくなんでダウンロードコンテンツだからね、旅パー、ダウンロードコンテンツ1、2パーを混合したパーティーで行きたいと思いまーす。みんなでよろしく。ね、楽しくやろうぜ。よし。戦ってる？大丈夫？君たち、バトル。俺、ボロ負けだべ。負けたんか。でもさて何者だ。チャンピオンだよ。え、パルディア地方のチャンピオンだったら強さも納得だ。すぐりくん強い、楽しい。さすが強豪校のチャンピオンだよ。よかったな。ダブルバトルやもんな、すぐりの専門は。いや、もう違うし、勝ててないし、勝っても負けてもポケモン勝負って楽しいよね。光のでも光属性すぎるだろ。すぐり。だなぁ、すぐり！すぐりも光になるのか？負けてあんな悔しがったとくすぐりが。なんか嬉しいな、これ。この二人組み合わせてよかったかも。ネモってそういうやつなんだよ。大丈夫？ドン引きしとく？ちょっと！いや、楽しいよ。うん。うわ、いや、楽しい。ほらほら。うわ、ゼイユ、なんか 目の色大丈夫？どうした？カラコン入れた？うわ、誰だべ？姉ちゃん大丈夫？どうしたの？お姉ちゃん。ん？木。どうした？キビー！どうした急に。ウキウキダンス踊ってるぞ。ゼイユ？どうした？そんなキャラだったっけ？キビー！つくりくんのお姉ちゃん？勝負混じりたいのかな？いや、そんな動き怖い。いや、どう見ても違うでしょ。ごめんみんな。姉ちゃん運ぶの手伝って。運ぶ？どうしたの？ゼイユどうした？出して。おい、キャラ変したんか？いや、なかなかいいと思うよ。ちょっと面白いから。え？何この、これがパニックってこと？
みんなおかしくなっちゃったの。姉ちゃんついてあげたくて平気？家でキビキビしてんのずっと。うん、昼はじいちゃんとばあちゃんが見てくれてて、さっき目離した隙に手伝ってもらってごめん。どうしたんだぜいゆ。あ、いや、お安いご用だけど。お姉ちゃんめっちゃ荒ぶってたけど。そう、キビキビ。いつもはあんなんじゃないんだ。そうそう、いつももっとブチ切れてる。ほ、そうなんや。いやいやいや、いや、多分ボタンドン引きすると思うで、ぜいゆ。ダイダイたちと会えるの楽しみで気分が上がってるんだけど、思うんだけど、そうか。うん、だからきっとキビキビって叫びながら変な踊り踊ってるだけで、いつからだろいつからそれは。ダイダラに手紙送ってからすぐ。次の朝起きたらあんたってて原因はわかんねえんだ。やっぱ変だ。村の人が言うように、呪いなのかも。呪い？突然のオカルト感。ゾゾゾ。何？呪いってわかんないけど、そういった言い伝えとか伝承あったりすんの？うん、オガボもトモッコも、ダイダラがみんな捕まえたりやっつけたからな。ダイダラ北上でもやりたい放題ちゃんだな。そうだ、伝承全部ぶっ壊した。俺、やばいやつ。俺が悪いのかもしんない、もしかしたら。姉ちゃんは自由すぎて、わがままで口も悪いけど、早くいつもの姉ちゃんに戻ってほしいんだ。わが、あの、怒ってほしいな、また。俺、なんか手伝えることあったら、俺たち協力する。ええ？うんうん、任せて。オカルトは信じてないけど。だね、呪いと戦うなら私も力になる。ポケモンバトルしたいだけやろ。いいのか？ねえ、友達やろ、俺たちは。な。頼ってくれよ、すぐに。ダイダラ。みんなありがとう。今日は、日差くれてきたし、明日からいろいろ手伝ってほしい。今夜は公民館で、みんなの歓迎会、開かせて、歓迎会！おや、オッケー、はーい。おい、めっちゃいいやつやないか、ゼイユ。ゼイユじゃねえよ、すぐに。ゼイユのことは置いとこう。うん。公民会入ろう。さて、ちょっと、いい感じのとこなんで、今回ここまでにしときましょうか。はい。というわけで、ダウンロードコンテンツ番外編がついに始まりました。この北上の里で、キビキビしたパニック、呪いが出ているみたいです。さあ、桃を受け取ったところから始まったこのイベント、果たしてどんなイベントが待っているのか、お楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。じゃあね。